それで今までの流れの中で非常に重要なポイントは、この冷戦が終わった時にアメリカが日本に何を期待するかっていうところが変わったということなんですよね。で、冷戦時代まではアメリカは自分でソ連をちゃんとやると、そして、その中で日本というものに対しては将来脅威にならないということでいてくれればいいと、こういう気持ちで、おいでになったわけですよね。ところがね、この冷戦が終わった後、じゃあこれからどうしようかということを考えたときに、日本に求めるものが変わったんですね。で、この変わったところをの理解が非常に重要なんですけど、どういうことかというと、冷戦が終わってアメリカの人たちの一番の脅威、じゃあソ連がもうなくなったと、じゃあ次アメリカに対して誰が脅威を与えるの、アメリカという国家を誰が脅かしているかというと、日本の経済力だったんですよね。日本はあの時ハリウッドを買うとか、ロックフェラーセンターを買うとかで、もアメリカの重要な拠点というのを次から次へと買っていくようなことがあって、バブル期でもありね、それでもう米国の方はこのままでいくと日本経済に乗っ取られるのではないかという危機感があったんですね。で、この中でじゃあ日本の経済にどう対応するかっていう問題はあるんだけれども、それは一応横に置いて、そこで出てきた考え方は、安全保障の問題で我々だけが安全保障をやって日本が経済に専念すると、このパターンはもうやめましょうと、ということで自分たちの戦略の中に日本も一緒にやってくれと、これはドイツも同じですけどね、ということで日本の積極的な活用というものが始まるんですよね。で、だからソ連の脅威が終わった後、自分たちの戦略に日本をどう食い込むかということが始まって、それからその日本の基地と日本の自衛隊というものをアメリカの戦略の中で使っていくというね、新しいチャプター、章が始まったということだと思います。これが新しい章が始まったと少なくとも日本側には感じさせないようにしたという、可能性はありますよね。日本の国内でこのアメリカの戦略をいわば翻訳し直した形で日本国内に向けて説明するときには、政府というのは、あるいはそれを代弁する知識人とか、あるいはメディア、などは、これは協力関係にあって、それで従来の日米安保の延長上にあり、そして日本を守る、日本はいつも外敵に相変わらず脅かされているのだから、だから冷戦終わった、確かにソ連の脅威は退いたけれども根本的にはそう大きく変わらないのだから、協力するのは当たり前、こういった日米安保冷戦占領期から、そして、冷戦期を通じてずっと積み上げられてきた日米安保のロジックのその延長上で日米同盟が続いていると、かのように、見せかけてきたっていう言い方は語弊があるのかもしれませんけど、そんなところがありますね。一番ね、分かりやすい言い方をすると、アメリカの中で、基本的にはね、イラク戦争をやったということについていろんな問題があるけれども、自分たちの戦争であると全面的に否定するということはないわけですね。で、今行っているアフガニスタン戦争、これも基本的には続いてるわけですよね。で、そうすると米国から見て、そのアフガニスタン戦争であるとかイラク戦争をやるということは別におかしい戦争をやってるという意識は少なくともエスタブリッシュメントではない、ということはどういうことかというと、自分たちは理想の社会を作るために軍事を使うんだと、軍事を使うことが我々の義務であると、こう思ってるわけですよね。その考え方に日本人が納得するかどうかなんですよね。で、多分これは日本の多くの人たちは、いや我々はそんなとこまで行ってませんよと、という形になるんだけれども、ここに実は日本は政府間レベルで踏み込んだわけですね。で、よく
今回鳩山政権が日米関係を見直すという時に、はい、今まであった政府関係を崩すというのはおかしいというロジックが盛んに使われるんだけども、しかしそのなんていうんですか、これまで合意してきた日米間の問題を本当はどういうことをやってるのかね、それをちゃんと説明して国民の納得を得て、それで、例えば前のね、安保条約と今やろうとしたところがどう違ってるんだと、そして、例えば国連憲章とはね全然違うものにこれからやるんですというようなことをね説明し、昔のものと違って我々が新しくいいものを作っていったんだということを説明し納得してもらったんならね、私はそれは日米の合意というものを遵守するというのは正しいと思うんだけども、行ってきたことは何をやるかということを説明もせずにね、で国民の人は全く知らないで、しかし合意というものだけが残っていると、で そういうような状況のもとにあるということを考えると、合意っていうものはもう一回原点に戻って見直すべきじゃないかというのは当然のことなんだけれども、残念ながら日本の今のマスコミで合意というもの自体がね本当に日本の国益に合ってたのかと、それを見直すということが我々日本まずそれをやることが日本にとって大事なことなんじゃないかという論点はほとんどないんですよね。ないですよね。鳩山政権が成立してから以降、記者クラブに独占されていた大臣会見の一部がオープン化されて、私のようなフリーとかいわゆる記者クラブ外の記者がしがらみのない記者というんですかねが、入れるようになって、でその一つが、岡田大臣がおやりになっている外務省の記者会見なんですけど、そこで、この川崎先生のお書きになった本を読んで私も衝撃を受けて、日米同盟の正体を読んで、日米同盟というのは実は日米安保と違うんじゃないかということをこれ問いただしたんですね。でかなり長い時間をかけて、岡田大臣は記者会見の中で答えてくれました。で、これは安保と同盟というものは自分の中の理解ではその確かに別のものであるけれども、その日米同盟というのは、万歳さんが限定するのは実際の条約とか条文合意文書を見てみると、アメリカの国際戦略に日本が従うような話であり、しかもその領域が極東に限定されず世界に広がっている、そして目的というのが相手の国どっか特任意の国の生態、その国の仕組みみたいなものを力を持ってひっくり返していくってことも含んでいる、はい、実際にそれをやったわけですね。イラクに対してやり、はい、アフガニスタンに対してやり、はい、中東を中心にアジアまで含めて行われているわけです。それがでこれに追随してこれに協力していくということが日米同盟の正体であるというふうにおっしゃって、でそのこともお名前を出してですね、大臣にぶつけました、はい、で私の考えは、岡田大臣の考えは、私の考えでは日米同盟というのは協議のそういう同盟の、定義もあるだろうけれども、もっと日米同盟の進化深まるというのは、もっと広く考えていて、環境問題とかそういうものも含んでいて、非軍事的な分野でも協力して、この言ってみれば世界を地球上を日米関係の力によってですね、より良い世界にしていこうというような意味を含んでいるんだと解釈したいし、そういうふうな意味で進化という言葉を使っていると、こういうふうにおっしゃったんですね。でこれは現実の日米関係があってですね、岡田大臣がいてもですね、それはできること限られているとは思うんですけれども、ちょっと論理をすり替えているのか、それともあるいは何だろうな、弁明しているのか、あるいはひょっとしたらですね、すでにある日米同盟というものの中にですね、こういう自分たちの独自の解釈を入れて、いわば希釈していこうと、軍事同盟という要素を希釈していこうというですね、そうした意図があるのか、この辺はちょっと私見定めがたかったんですけれども、はい、どういうふうにそれを聞いてと思われますか。